クレン・アラン・ロビンソン・ジュニアは、アメリカ合衆国インディアナ州出身の元バスケットボール選手で、NBA のミルウォーキーバックスなどで活躍した。ニックネームは、ビッグ・ドッグ。身長201センチ。ポジションは、スモール・フォワード。息子のグレンド・ロビンソン3世も、NBA 選手。高校時代、ゲイリー・ルーズベルト・ハイスクールを、インディアナ州チャンピオンに導き、 マクドナルド・オール・アメリカンに選ばれている。パドゥー大学でプレーしたのは2年間だけだったが、1994年には、ウ・デン・ショート・ネイ・スミス賞を受賞。大学を、NCWA トーナメントのベスト8に進出した。また1試合平均30.3得点、10リバウンド以上を、マーク、ビッグ・テンカンファレンスの年間最優秀選手にも、選ばれている。 1994年の NBA ドラフトで全体1位でミルウォーキーバックスに指名されて入団した。ルーキーシーズンに1試合あたり21.9得点を挙げてオールルーキーチームに選ばれている。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では同時受賞となったグラント・ヒル、ジェイソン・キットの2人に次ぐ3位となった。入団した当初はオールスター選手であるビン・ベーカーと共にチームを引っ張った。 また2001年には、レイアレン、サムキャセルらと共にイースタンカンファレンスファイナルまで進出した。ロビンソンは、バックス史上2位の歴代得点を挙げており、バックスでプレイした8シーズン中7シーズンは1試合平均20得点以上を挙げた。2002年8月2日に、トニークーコッチ、レオンスミス、2003年のドラフト一巡指名権と、 引き換えにアトランタホークスへ移籍したが、その1年後の2003年7月23日には、フィラデルフィアセブンティシクサーズへ移籍した。2004年から2005年シーズンは怪我のためプレーしていなかったが、2005年2月24日にニューオーリンズホーネッツからバイアウトで FA になった、後にサンアントニオスパーズと契約。プレーオフでも活躍し、チームが NBA ファイナルを制覇するのに貢献。 チャンピオンリングを手に入れ、その後引退した。これまでの通算成績は14,234得点、1試合あたり6.1リバウンド、2.7アシスト、1.2スティールをマークしている。ロビンソンは1996年のアトランタオリンピックのバスケットボールアメリカ合衆国代表にも選ばれたが、怪我のため出場することができなかった。 息子のグエン3世もバスケットボール選手で2014年の NBA ドラフトでミネソタティンバーウルブズから2巡目40位で指名された。ありがとうございます。